始まりましたポケモントーナメント救急カップハイパーボール。興奮に満ちたここポケモンスタジアムで今バトル開始です。ここで10番ボルトだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでプクリンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、急所にヒット。あっとあっけなく倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでピジョットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、逆転をついた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。バトルの姿勢に移って、さあまずは、おっとよく耐えた。ここで特殊能力をアップです。白熱したバトルが続いております。あーっと地割れ攻撃だ。おっとこれは外れ。まだまだステータスをアップします。両者とも大健闘です。おーっおっと攻撃が外れた。おーっと的中。あーっと一発の攻撃でダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでオコリナルの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあここでよーしヒット。ここでサイコキです。おーっとこのポケモンではまずかったが、あーっと一撃で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでゴロモンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで波乗りだ。逆転をついた。あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここで特殊能力をアップです。おっと、毒毒攻撃。さあ、毒で少しずつ弱らせる。互いに出方を伺っているというところか。おお、狙い的中。おっと、一発の攻撃でダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでニドキングの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これはよし。ここで波乗りだ。おっと、このポケモンではまずかったか。あっと、ハッチが倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでプテラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっと、トラタが飛び上がった。激しい攻撃。おっと、当たりません。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、ここでよし、当たった。これはどうだ。決まった、効果的な当たり。あっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。さて、ここで特殊能力をアップです。おっと、毒々攻撃。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。おお、狙い的中。ここで回避率をアップです。体力の差がついております。ここで10番ボルトだ。効果は抜群だ。ガーッとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでキュウコンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでバブル光線。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、怪しい光だ。あーっと、混乱した。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。
ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでニドキングの登場だ。さあここでよし当たった。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで自陣攻撃、弱点をついた。ここでダウンです。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでバルケンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。戦う構えに入って、勢いのある攻撃、決まった、効果的な当たり。ここで猛烈な吹雪、効き目十分。あーっと、ガッツだか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでポケモンをチェンジだ。おっと毒を食らっていますが大丈夫でしょうか。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。激しい攻撃、狙い的中。おっとダウンだ。ここで試合終了。